デズナラクによる地球破壊計画。それを阻止するため、20人の戦士たちが集まり、ゴッドキングオージャーを降臨させる。その力で見事計画を阻止し、王様戦隊は最後の戦いに挑む。始祖降臨。本当に戦いたいのか？終わらせたくないのか？2000年前、お前たちに着せられた侵略の罪を、うん、我らの汚名をすすぐ。敗者が罪を負うならば、お前たちが死に絶えるまで、殺し尽くすだけだ！その先に何がある？ふん！バグナラクの未来を考えてくれないか？それに何の価値がある？私は光を知らぬ！ドーン！俺がバグナラクに光をもたらす！地底国の王を決める。戦いをしよう。明日、ふさわしい舞台で会おう。それまで預かってくれ。舐めた真似を。デズナラク！俺は、お前さんを信じる。許されざる身勝手。慎んでお詫びする。五王国の王よ。願いを聞いてほしい。俺が王となった暁には、バグナラクを、地球の6つ目の王国として、認めてほしい。僕は必要なことだと思う。これ以上戦わないために。簡単ではない。国として認めるには、国土、国民、そして国王が必要。加えて、五王国の承認は必須だ。見てほしいものがある。バグナラクは何者なのか。まさか、バグナラクの国に行くのか。この隙にシュゴッダムが襲われたら終わりだ。私が見張ろう。帰る。お前さんは見届け人だろ？怖いのかい？我らがお守りいたします。ギラ殿、見返りは後ほど。ちょっといい？終わったのかい？女王様。バグナラクの遺伝子情報はかなり人間に近い。え？もともとは人間？それはない。ただ、元は人に近い姿だったのに。どうしてこんな風に進化したのかしら。姫の女王、ここから先、傷つくかもしれないが、見届けてほしい。舐めないで、大抵の地獄は見てきた。その地獄の、慣れの果てさ。
これは。まさか全部、神の怒りを起こした。それだけじゃない。これは、バグナラクが地球中から集めてきた、シュゴットたちの墓場だ。みんなボロボロだ。まさか、バグナラクが食ったのか？おそらくバグナラクは、2000年以上前に、シュゴットを食べて、力を取り込んで、あの姿になった。どうしてこんなことを？人類と戦うためか。逆に人類は、シュゴットと手を組んだ。そして、シュゴットたちも、自分たちを守るために、手を貸したのさ。そして、バグナラクは敗北した。死に損ない！王の座、よこせ！バグナラクの王は、俺だ！ふん、身の程知らずともが。以来、バグナラクはより強くなるために戦い続け、相手を喰らい、生き残った者を追おうとしてきた。最新話まで全話見るなら、再現戦隊ブンドドジャー。それもだが、東映特撮ファンクラブ、テラサで。今日の放送をもう一度見るなら、再現戦隊ブンドドジャーで。あと、アメバ、ティーバで。あ、見ていただきたい！毎週再現作るの頑張ってるから、こっちも見てね！